最近アマゾンでもね、もうベストセラーになって今もうこの本があります。あの日本の神様。開運ブック。開運ブックですね。はい、もう私の娘がねこれ読んですごい喜んでたんですけど、うん、でプレゼンしてもらったんですけど、はい、ちょっとこれを社長語ってもらえますか、はい、少しですね。これはですね、はい、今日は今まで何千年と、うん、日本を語り続けて今なんです。はい。わ、はい、かりますか。何千年も、うん、ね、うん、知識人が伝えてきて、はい、今です、はい、日本で。なるほど。うん、でしょ、うん、じゃあ同じやり方でどうなりますか、うんうんうん、ね、ましては今は衰退してるんですよ、日本の考え、うん、これ取り戻すには、うん、やっぱり、うん、もうシンプルなものではないとダメでしたね、わかりやすく、うん、そして日本の歴史を学ぶってことは自分のルーツなんですね、うん、自分自身を学んでるんです、自分がどっから来たかって分かるね、そう、でその先にあるのが古事記、その先に神様、つまり我々の祖先なんですね、神様、うん、ね、じゃあその神様と自分が、うん、同じだったらどうでしょう、うん、でそれを実現したのはこれなんです、うん、つまり、うん、この中には、うん、あのいわゆる昔はですね、例えば大日如来というね、はい、仏教の最高神、はい、それと日本の最高神、うん、アマテラス、うん、でこれよく似てる、うん、ということで同一化した、うん、ね、これ同一化したのが空海なんです、うん、そうすることによって仏教が神道と仲良く広がっていったんですね、うん、これ神仏集合ですよね、うん、それと同じように私たち、うん、それは人間と神様の神格、うん、よく似た神様、うん、これをね同一化することができないだろうかと、うん、いうことでこれ同一化しました。これが守護神なんですね。なるほど、うん、ですから自分の守護神を知ったら、うんうん、今度はその守護神がどんな神様なのか学びたくなる、うんうんうん、その神様の解説もこの中に書いてるんです。いやいや素晴らしいですよ。私もねもう、はい、娘からいろいろ解説を教えてもらう、はい、俺はすごいわって、うん、誰でも分かるんだって、ね、そう、そして生年月日で分かるわけ、ね、そうなんです。簡単なのね、よく研究したなと思ってです、ね、はい、そして自分の神様だけではなくて自分の今、はい、ね、安心できたり子供や奥さんや旦那さんやいろんな人たちの守護神を見知る、うん、するとその守護神を学びたくなる、うん、でするとエピソードが書いていく、うん、それがこの物語としてつながっていったらもう古事記っていとも簡単にわかる。ああなるほど ね、うん、さらに古事記では一番難しいのは神様多すぎる、うん、主役がわからない、そうだったら主要な神様、うん、ね、24ヘスの神様を絞って、うん、守護神にしたらどうなのということでやったのがこれなんです。ですから今これを読んだ人たちがね、うん、その自分の守護神が祀られて神社に参拝に行ったり、そうそうそう、神社座やってますね、とか、あと子供たちがねこれを学校に持って行ってみんなにね守護神に自慢したり、ね、この子供たちでみんなでね夏休みにはね神社に行こうみたいな、そういうのが今どんどんできてきて、もうぜひね皆さんこれ、ね、買ってみてください。面白いんですよ本当にね、ただの宗教の本じゃなくて、うん、本当に開運ブックって言ってね、誰が読んでても、うん、楽会話できる、とりあえず。これで結構みんなとね、仲間はなんか増やすことができるわけですね。で、これがね、専門書であったりすると、うん、やれ、古事記は神道はね、宗教だっていうね、そういうその行政では位置づけがあるので、うんうんうん、なかなかね、その、まあ、本音で話ができない。うんうん、ところが、これは、うんうん、ね、ある意味、学問として作ってるので、うんうん、ね、要は本、これどうやって作ったの社長と、これ根本的なの、どこで学んだんですか、うん、素晴らしいですよ、本当に。これはですね、実は、はい、このね、駅というね、駅学の駅学、駅学の引用の、はい、でこの駅っていうのは、いや儒教の経典になってたんですよ、はい、そうですね、はい、はい、儒教の経典として学び、ね、この儒教は日本に渡って、うん、で、これこの儒教を武士が学んだんです、うん、はいはい、でそしてあのやはり自分の、道徳を体系化し、うんうん、でそして人に教えた、うん、これ教えた場所が、うん、寺子屋なんです。おだから儒教を体系化するってことが実は武士道につながってきます。なるほど、ね、でそのように儒教というのは非常に日本に大きな道徳心の教えとして大きな影響を与えている、うんね、でその中心にあるのが駅でしょ、うん、で駅っていうと例えばでは神道と駅と何が関係あるんですか、うんうん、ね、神社に行ったら、うん、ね、役入りや七五三や、はい、ね、役払いや天地茶さんいろいろあるでしょ、はい、あれ全部駅ですか、はい、あ、そうですか。そうですよ。で占いだとか言うけど、駅か、うん、占いと言うけどね、おみくじって、あれ占いじゃないですか。そうだよ、ね、何の根拠もない、うん、たまたま引いたのが大吉だ凶だって言って一喜一憂してる、一緒でしょ。はいはい、はい、ね、うん、でもね、大事なのはその中にやっぱり戒めが書いてるんですよ、うん、ね、で実はあのこれはある伝統的なね、うん、統計学なんです、はいはい、占いではありません。統計学か、例えばね、お金持ちになる人はどんな言葉、うん、
ね、どんな行動、どんな考え、うんね、じゃどういうふうに育てる、褒めればうまくいくかっていうのが、うん、全部統計的に記されてる。しかも3000年です。わおね、例えば、愛や友情や信頼を得る人たちの生き方が書いてる。ね、悩や自由を残した生き方が書いてる。つまり、生年月日でその人を当てるんではなくて、統計があるんだ。生年月日でその人の素質が分かったら、なるほど。この統計にその人たちが合わせていくとうまくいくんですよ。なるほど。ですから我々はあり方を学んでるけど、やっぱりね、あり方は平和だけでしょ。繁栄、これやり方です。つまり我々は八百万の神のあり方を学んで、世の中に出るんですよ。するとそこには八百万の人々がいる。なるほど。その時に、大いに悩み、大いに愛し、ね、いろんなことが起きてくる。でこの中でいかに人とうまくやっていくか、これが処世術なんです。これを日本に持ってきた人、これが空海です。空海が持ってきたのは仏教じゃなくて、そうだって密教でしょ。